上のボコボコって、上のために動こうとしている人間が数名いることを君たちにちょこっと教えていただいて、ね。まあ、いるっているね、確かに。うん、俺もね、あれなんだよ。上野からペイペイもらえたこと暴露されちゃったんだけど。誰に？え？で、上野さんから5万円のペイペイいただきました、ナイスペアルと。だって。誰に暴露されたの？え、チコです。何言ってんだよって、クレームしたわ、今日。チコさん何やってんだよ。いや、チコ結構ね、キツネっていうか、タヌキっていうか、あれ、ムキになっちゃうわけよ。何やってんのって話じゃない。いや、だから悪気はないだな。うん。悪気がないっていうのが一応ちょっとちょっと天然ですかってお話になっちゃうけどね。ちょっとお前にも聞いたじゃん、お前上野に世話になったのかって。うんうん、なってるよ。チコにも聞いたんだよ。うん。で、じゃあだったら、うん、あいつが欲しいのくれてやろうと思ってるって。うん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 。ありがとうって言ったんだよ。で、その後に、うん、俺は普通にただっていうか別に金がいらなかったのよ。うん。で、なんか上野からね、ないとって結構大丈夫なのって。うん。からさ、うん、いや、バックで700万以上損したわっつったら、うん、すごい金額じゃんと言って、うんうんうん、そんなに俺もね渡せるわけじゃないけどっつって、うん、ちょ気持ちだけでもちょっとペーペー入れるよって言うからさ、いいのっつって、うん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 、何の抵抗なくなっちゃいましたね、まあ、一応俺らしいけど、うん、で上野がナイスペイはいらないからねって言われた、うん、最後に。じゃあちょっともう一回上野さんからの5万円のナイスペイのお願い。聞こえなかった人のために、言わせてもらうと、上野光晴君から、ごめんのペーペーいただきました、ナイスペアとは。はい、その見返りでね、いただいたということですね。はい、うん、で、ふっかさんの写真もいただいてるみたいですね。で、それを出しちゃえって言ったのが、これですね。うん、金のたぬき26個。あ、これ、で、出しちゃえっていうね、また誤爆をしちゃったんですよ。誤爆というか、うん、だから銀座のママと言われてる人がそれをもう出しちゃえ出しちゃえと、配信で出しちゃえと言って出したみたいですね。はい、はい、まあここまででよろしいでしょうか。ですからおてんばさんとふっかさんは、まあ、被害者だということが言えるんじゃないですか。